皆さん、こんにちは。今回は戦列に復帰した峰竜太選手が目指す未来を予測します。峰竜太選手といえば2021年の12月、住之江開催の第36回賞金王決定戦でターンマーク激突により他の3艇を巻き込む転覆事故を起こしました。史上最高額となる41億円に上る返還額となった優勝戦の中心選手です。ルール上は妨害失格のため出場停止などの処分はありませんでしたが、2022年2月、自身が運営するインターネットゲーム上で予想屋と接触していたことが判明。事態を重く見た懲戒委員会は峰竜太選手を4ヶ月の出場停止処分にしました。ボートレース界の顔として圧倒的な強さを誇った峰竜太選手は SG5 回、 G1 レース15回の優勝、5年連続最高勝率など数々のタイトルで走れば勝つと言われるほどの強さを誇りました。しかし懲戒委員会の裁定後、ゲームのみならずアパレルブランドの展開など一見腰の座らない生き方に批判的な意見も多く、ファン離れが進みました。4ヶ月の出場停止を経て2022年6月、復帰戦となった唐津の一般戦を苦もなく優勝して桁違いの強さを示しました。この年13回の優出で6回優勝するなど、アンチでも船券は峰竜太選手に頼る矛盾した現象が起きました。2023年は1月、若松で G1 レースに復帰、4月14日、ボートレース2では G1 の開設71周年記念を制し16回目の G1 優勝、24乗制覇もあと一つガマゴーリを残すのみとなりました。年末のグランプリに向け賞金ランクを15位前後まで押し上げて、5月の平和島、6月のガマゴーリと続く記念レースでさらに賞金獲得を目指します。 SG 戦線は10月のボートレースダービーから復帰予定です。37歳となった今、本人の口から強気のコメントはありません。出場停止中は Twitter のコメントも控えました。やはりネット上の批判的なコメントには考えることも多かったのでしょう。2年前のターンマーク事故以前にはすでに振り込み事故も多く、体力的にはピークを過ぎたことを峰竜太選手も自覚していたのかもしれません。ファン離れを招いた過去を振り返るには十分な時間がありました。ここしばらくはボートレース中心に取り組むでしょう。ボートレースの世界で夢を叶え、まるで図書館のような大邸宅に暮らし、自分が欲しいものを手に入れた峰竜太選手にとって目指す未来はどのようなものなのでしょうか。2018年、初めてグランプリを制覇した時、自分の知名度を生かして事業をやりたいと語っています。それはアパレルのブランド展開として実を結びました。自らを広告塔にしたワンブランドは首都圏に店舗を持つほどに成長しましたが、ボートレースを知らないマリンスポーツの愛好家にも購買層を広げる効果がありました。ボートレーサーは登録制のため個人事業主であり、副業が禁止されていることもなく、引退後を見据えて副業を持つ選手も多くいます。絶えず注目を浴びるボートレースの第一人者として、峰竜太選手が背負う重圧は相当なものです。高額の賞金を獲得する成功者への妬みも含めて、批判にさらされた日々をさらに飛躍する糧としてほしいです。40代半ばでの引退を口にするのも本心でしょう。それは引退後の人生設計に目処が立った時です。現在のアパレル事業が順調に推移すれば、実業家への転身も可能です。さらに違う分野への進出も考えているようです。人気選手の周りにはいろいろな人が集まってきます。危険な誘惑も多いかもしれません。高校時代はヨット部に所属して、国体や世界選手権にも参加した峰竜太選手には、ヨットやサーフィンなどマリンスポーツなどの事業も面白いかもしれません。年々売り上げを伸ばし続けるボートレースですが、競艇という競技は世界的に見れば日本と韓国だけに限られます。峰竜太選手の知名度はボートレースに関わらない日本人にとっては無名に近い存在です。毎日レース予想を楽しむボートレースファンがいて、初めてその存在が認められる狭い位置づけです。どんなに偉大な記録を残した選手でも引退すれば遠い記憶の片隅に追いやられる存在です。それは年中無休で開催される公営ギャンブルの舞台を
彩る駒の一つに過ぎないボートレーサーの宿命です。仮に実業家として成功した峰竜太選手といえど、その先に世界を巻き込むような夢があるのでしょうか。海外の街を歩けば、中田英寿さんや大谷翔平選手の名前は知られても、峰竜太選手を知る人はいません。それは競艇という競技が狭い日本の一文化に過ぎないことを示しています。将来は実業家として唐津市の議員になれても、さほど夢のある話にはならないでしょう。引退後は悠々自適の余生も悪くはないですが、ボートレースの世界で頂点までに上り詰めた峰竜太選手なら、もっと夢のある世界を目指してほしいです。例えばヨット経験のある峰竜太選手なら、アメリカズカップに挑戦するとか、海の似合うチャレンジだと思います。170年の歴史を持つ世界最高峰のヨットレースですが、日本からは過去3回挑戦しています。賞金のない、ただカップを持ち帰るだけのために、世界中のヨットマンが集結します。もちろん個人で参加できる規模ではなく、100億近い参加費用が必要です。3回目の挑戦はソフトバンクを中心に参加しました。財界が中心となってシンジケートを組み、数年単位でクルーを養成し、参加ヨットの建造や遠征費用を捻出する、ハイテクを駆使した資金力が必要です。日本が初めて挑戦した日本チャレンジの拠点は蒲郡です。今では周辺に多くのヨットハーバーが生まれました。世界の大富豪が参戦する歴史はありますが、スポンサー探しから始まる挑戦は再び大きな夢となり、話題を呼ぶでしょう。ボートレーサーから世界のヨットマンへ、そんな峰竜太選手も見てみたいものです。今ではボートレーサーを目指す若者が増え、新旧交代のスピードも加速しています。デビューから2年目の B2 選手がフライング休みに海外旅行を楽しむ、一般社会では到底考えられないようなこともボートレーサーの世界では可能です。それは命を削り水面へ戻るための重要な時間とも言えます。その頂点を極めた峰竜太選手には多くの視線が絶えず注がれるのも必然です。復帰後は順調に A1 級へ戻り、ファンの期待に応える峰竜太選手ですが、未だに批判コメントは途切れません。ゲーム配信やめろ、勝てない時はすぐ帰郷する、峰の走りは危ない、峰のアロハムカつくなど、気の毒なくらいのコメントが続きます。2020年のグランプリの賞金でセカンドハウスを建て、動画チャンネルで公開した時、無邪気なほど危機としてゲストルームを紹介しています。下町の風呂屋ほど大きな浴槽、月額7万円のプロジェクター、500万円のグランドピアノのあるリビングには優勝トロフィーが並びます。人も羨む生活を公開した半年後、年末グランプリの事故、さらにゲーム配信の事件が起こりました。東日本大震災の被災地へ初の SG 制覇した賞金を全額寄付した森田俊介選手とも比較され、峰竜太選手の人間性を疑う批判が殺到しました。峰竜太選手も定期的に豪雨災害被災地へ寄付を続けていましたが、誤解されやすい人間性が浮かび上がります。それはボートレーサーという閉鎖的な世界で生きてきた峰竜太選手にとって欠落した何かがあるのかもしれません。今後も峰竜太選手は高いポテンシャルで勝ち続けるでしょう。願わくば全ての競艇ファンを笑顔にできるボートレーサーになってほしいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。